お暇なんですか？羨ましいですわ。はいです。メイドって結構大変なのですわ。それでは失礼いたします。大丈夫です。どうぞお通りください。天窓に鳩。はい。そうですね。いえ、少し考え事を。何？そんなこと聞いてどうするわけ？私の出身はロシアよ。ウラジボストーク。いえ、何でもないわ。忙しいからこれで失礼するわね。ドクターですか？暇そうですね。すみません。でもその方が私たちはいいかもしれませんね。因果？日本の思想ですか？量子力学かと思いました。いや、私はむしろ科学の方を。プライベートな話題はやめましょう。ええ、今はまだ。
私はここの備品のチェックをしてますので。今日は肌寒いのでお気をつけください。カーブではどうかお静かに。ダメです。おはようございます。いい天気ですね。こういう時はお昼寝が一番ですね。冗談ですよ。
じゃなくて。できなくて料理長に怒られちゃったんです。実は今日の食材が足りなくて、万全な雨で欠航したせいなんですが、夕食はガーデンで飼育してる鶏を使うことになったんです。それで私がその仕込みを言いつけられて、でも私ダメです、手が震えちゃって。だからそれはいけません。私たちの仕事です。でもそういうわけには。でもみんな自分の仕事があります。ドクター、私が何？わざとらしい、その驚き方。
。島暮らしですから、いざとなったら自給自足って分かってたつもりだけど、ダメですね。お待たせ。エプロン取り替えてたら遅くなっちゃった。うまいでしょ。一番元気がいいのを選んできたよ。グラッツェジェプレイゴ。すごいよ、尊敬しちゃう。お肉を食べるんなら当たり前だよ。でもね、ドクター、私も最初の時は泣いちゃったんだ。まだ本当に小さかった頃なんだけど、私んちの農園って豚を何頭か飼っていて、子豚の頃から私が面倒見てた子がいたの。ずっと大きくなるのを見てきたから、もう可愛くて可愛くて。でもある年のナッターレで、その子を解体することになったの。お父さんもお母さんも家族がみんな集まって、みんなでそれをやったんだけど、私ワンワン泣いちゃった。とても見てられなかった。そうしたらお父さんが、お前はしっかり見なきゃいけないって、子供だからこそこれを見なきゃいけないって。大切にしてた小さな命が消えて、その日の夜から何日もあの子は私たち家族を生かしてくれた。あの時私、お父さんのことひどいって思ったけど、今思い出すとそれだけじゃなくて、何かとても大事なことを教えてもらったような気がするんだ。あの子本当に美味しかったよ、特にソーセージが。だからね、ミレイ。次はちゃんと見てなくちゃダメだよ。うん、ありがとう、ジェン。頑張ってね。チャオ。やっぱりすごいです、ジェーンって。私、厨房に戻りますね。